最後に本学医学部医学科5年生の福本和樹さんより大阪万博2025に向けての徳島大学医学生の歩みとこれからについてお話しいたします。福本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではオンライン座談会の、以下のテーマについて発表させていただきます。よろしくお願いします。まず私自身の活動についてですが、徳島大学に入学してから飛び立て奨学金を利用してアメリカに2年間留学しておりました。で、その当時は、自閉スペクトラム症候群に興味を持っていまして、その関連で NPO 法人 GHA オーティズムサポートにて ASD 患者さんへの介助マニュアルを日本語に翻訳するとか、あとは研究室に在籍させてもらってっていうところで2年間過ごしておりました。で、帰国後、外国語研究会再建をし、USMLE Studying Group of 徳島というと、アメリカの医師国家試験を別居する会があるんですけど、そこの部長を務めたりなどしておりました。で、2021年、昨年の12月くらいから現在にかけて、命学生イノベーターズプログラム2021徳島の代表を務めていたり、徳島新聞さんと県が主催するソセアードで、アイデア部門でグランプリを取ったり、アワビの開発をしたり、カフェを開いたりなどしておりました。こんな形で、徳島大学の FLS という名前で、結構歴史がある団体だったらしいんですけども、僕が入学して以降、活動が3年間ぐらいやられてなくて、もう潰れるのかなってところで、僕が留学から帰ってきて、なんですかね、留学に行きたいっていう学生がそこまでいなかったっていうのと、あまり英語っていうのが、学生の中でそんなに勉強せんでもいいんじゃないかっていうムードが漂っていたので、それはせっかくだし、ちょっと変えていきたいなと言いますか、もうちょっとみんなが気軽に留学行けるようにしたいなっていう思いで、この外国語研究会を、昔とはちょっと色合いが、毛色が変わってるのかもしれないんですけれども、先輩がいなかったんで、再建ということで、藤井清先生もいらっしゃったかと思うんですけど、ご助言いただきながら再建してまいりました。現在は65名で、左上にいるリメイサっていう女の子が部長を務めております。で、2つ目の命学生イノベーターズプログラムという団体をしていました。これは社会のヘルスケア課題というものを中高生と大学生が協力して課題解決していくという団体になりまして、去年は僕が代表で産後うつというものをテーマに活動しておりました。を作るですね、徳島大学のクラウドファンディング機構を使って30万円集めて教科書を作ったりしておりました。これが動画になります。ああ、すみません、うるさいですね。といったような形で、大学生30名、中高生が30名、計60名で活動しておりました。昨年の11月ですかね、11月にこのような感じで、徳島大学蔵元キャンパス内で産後うつシンポジウムというものを開いて、発表会を行い、その優勝者がこんな形で、リアル人生ゲームというものを作成しました。こんな感じで人生ゲームを模したものになるんですけど、200名ほどのお母さんにインタビューを行って、何が本当に重要なのかっていう、産前教育の重要性を楽しく学べるっていうものを使いました。この乳腺になるであったり、産休に入る里帰り出産か、夫と協力出産かを選ぶみたいなので分岐点を選んだり、割と本当に現実的に起こりうるようなイベントを元に作ってあります。こんな感じですね、お腹が大きくなり、手が届かないため、夫が靴下を履かせてくれる3000ポイントもらうというような、その行いが良いか悪いかっていうのを実際のお母さんに聞きながら、ポイント制度でゲームを進めていくというものです。で、実際に保険の授業に活用されたりとしております。これがメンバーになりまして、1号理数科の今、現2年生、次3年生ですね、の3年生が実際に作ったもので、今現在は徳島大学医学部医学科、去年、座談会で発表した中井甲が率いて、また慶応義塾で同じような活動をしている女の子と一緒にこの活動を進めております。現在、タカラトミー様と一緒にこれを実際に作っていこうというような話し合いがなされていまして、その他に学研や MTI さんとともに進めているところです。で、実際に今日この座談会をするっていうことで頼まれたんですが、タカラトミーさんと販売まで持っていくために6×200個売る1200万円が必要です。現在支援してくださる方を募集中とのことです。ので、皆さんぜひ興味があれば、僕あるいは
Google とかで ZIP 徳島って調べていただくと出ると思うので、そこからぜひお問い合わせいただけると幸いです。でまた3月からクラウドファンディングを予定中でして、彼女たちにとっては初めての経験になりますので、詳しい方にぜひアドバイスをいただければということを預かっておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、1ヶ月前ぐらいにありました徳島創生アードで、僕が開発したベビーというものがアイデア部門になるんですけど最優秀賞を取ったので、ここで発表させていただきます。で、今日になるんですけど、ちょっと友達に教えてもらって、徳島新聞にも掲載されております。このようなアイデアになります。ご存知ですか、2020年のデータによると、コロナ禍において産後うつになるお母さんの割合は4人に1人です。孤立した子育てやいつ終わるかもわからない泣き声などがその原因と考えられています。また、産後うつは母親の自殺だけでなく愛着障害や虐待につながる恐れもあり、家族の絆形成に関わる大きな社会問題です。この問題をアワベビが解決します。赤ちゃんの泣き声を可視化。赤ちゃんの泣き声の周波数の大きさによって泡が変化します。泡の出方だけで泣き声を判別できるから、赤ちゃんの感情が戻りやすくなります。家族みんなが子育てに参加しやすくすることで、お母さんの孤立から守ります。子育てをもっと生き生き伸び伸びとできる社会を作るため、このような形でいろいろ活動してきたんですが、これはすべて大阪万博を見据えて活動してきたものでして、福島もそうですけど、今日本の地方と言われるところは大体が少子高齢化が格段に進んでおり、その対策モデルが必要だろうということで、そのモデルになる命学生イノベータスプログラムというものを導入し、それを進めていこうと思っています。また徳島の中はすごくいろんな、なんですかね、活動的な人はポツ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 見受けられるんですけど、あんまりその点が線になっていないような感覚を受けまして、通信技術が発達してきていたり、 5G、6G がどんどん出ていく中で、それらをつなげて情報発信していく何かが必要なんじゃないかと思い、僕が医療生っていうのもあるんですけど、新しいオンライン診療の模索というものをしております。また今、ブロックチェーンで出てきた技術で NFT っていうのが、最近ですと Facebook がメタっていう社名にも変わったんですけど、そういうふうにこうデジタルがどんどん進化していく中で、今 NFT が取り上げられていくので、新しくデジタル資産の登録っていうものを考えております。またせっかく発表させていただける機会があるというので、こんなことできたらいいなっていうのを学生から の感想みたいな形になるんですけど、オンライン診療を進めるための社会人学生今後のチーム結成をしていきたいなと思っていたり、アメリカの医師国家試験っていうものをこれから、徳島大学生がどんどん受けたいっていう人が増えてきているんですけれども、割と費用が高くてですね、順天堂大学であったり他の大学っていうのは割とこうその支援が進んでいるんですけれど、徳島大学だと学生に任せっきりっていうところが大きいので、その支援をもしかしたら一緒にしていけると嬉しいなとか思っていたり、蔵元にて学生が起業するためのスペースがあると、もっとこうなんていうんですかね、面白いことができるんじゃないかなと思っています。よろしくお願いします。はい、以上になります。福本さん、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第8回オンライン美談会を終了させていただきます。本日はご参加いただきありがとうございました。